三笠にご乗艦の皆様、こんにちは。海上自衛隊横須賀音楽隊です。今日はまるで初夏のような陽気ですね。きらめく日差しに季節の移ろいを感じます。そして今日5月27日は明治時代日露戦争において三笠が活躍した日本海海戦の勝利を記念した日。本日はそれにちなみプログラムを進めてまいりましょう。指揮は横須賀音楽隊副隊長一等会石田博一です。そして演奏会の進行役を務めます三等会奏米光和代と申します。どうぞよろしくお願いいたします。吉本光造作曲君が代行進曲でした。さて日露戦争開戦当時、海軍はロシアの太平洋艦隊の主力を旅順港内に封じ込めるため、老朽化した汽船を港の出口に沈める作戦を取りましたが、この作戦において福井丸の指揮官広瀬武雄少佐は船体を爆破してカッターで撤退する際、杉の一等兵曹の姿がないことに気づきます。単身福井丸に戻り船内を探しましたが、見つかることができず、やむなくカッターに乗り移った際、敵弾が命中、壮烈な最後を遂げました。危険を顧みず部下を救おうとした広瀬少佐の声は多くの人に称賛され、後に軍神として名を残すことになります。次は2018年の今年、生誕150周年を迎えた広瀬武雄中佐をたたえて作られた小学唱歌広瀬中佐を、三等海曹篠春彦、同じく佐藤友、同じく阿波津吉乃の歌でお送りします。それではお聴きください。小学唱歌広瀬中佐。
日露戦争で勝利を収めた後も海軍は休日返上で猛訓練に励んでいました。ある海軍士官がその様子を、これではまるで月月火水木金金ではないかと漏らした言葉が、次第に猛訓練の代名詞として広く使われるようになります。時は流れ、世界情勢の緊迫化によって国民の関心が陸軍主導の大陸に集中している実情に対し、太平洋に関心を向けさせようと海軍省軍事普及部が主導して、昭和15年11月に発売された猫コートが艦隊勤務月月火水木金金でした。発売当初は悲願となく注目されませんでしたが、大東亜戦争開戦直後の戦果発表の際に使用して爆発的なヒットとなりました。本日は冒頭にラッパ君が代を加えて演奏いたしましょう。艦隊勤務月月火水木金金です。
次はその色紙の雄大な姿と異様に感銘を受けた大田所よりうの伴正臣の歌に、瀬戸口東吉が作曲した四季島館の歌の旋律を中間にあしらった四季島館行進曲をお聴きください。名付けて鎮魂の符を聞きください。Thank you.
コンの譜、トランペットは二等階層本田君平、三等階層平山飛久、二等階層松平隆之でした。なお本田二層のお身内の牛丸福作さんという方は、日本海海戦当時中期艦としてこの三笠に乗り組まれており、後に海軍中将までなられた方だそうです。ご紹介しておきます。さて次は NHK スペシャルドラマ坂の上の雲のテーマ曲スタンダードをお送りします。司馬遼太郎の長編歴史小説坂の上の雲を求めて作られたこのドラマは、激動と近代化の明治という時代を壮大なスケールで描き、時の中でに翻弄される青年たちの苦悩や希望を描いた物語です。坂の上の雲の音楽を手掛けたのは、数多くの映画テレビ音楽を手掛ける作曲家久石譲。素朴でどこか懐かしい、いつまでも心に残る曲を作りたいという彼の願いが込められたスタンダードは、イギリスの歌手サラ・ブライトマンの透き通るような歌声により人々の心に大きな感動を与えました。 NHK スペシャルドラマ坂の上の雲テーマ曲スタンダードを三等階層中川真理子の歌でお送りします。Thank you.
バンド活動は早いもので、本日の演奏会、お別れの時間が近づいてまいりました。皆様、本日の演奏会はお楽しみいただけましたでしょうか。私たち音楽隊は、このようにたくさんのお客様の前で演奏できることを心から嬉しく思います。合わせて私たちと同じ海上自衛官の多くが今も皆様の目が届きにくい海の上でさまざまな任務についていることをご理解いただければ幸いです。さあ、演奏会をしまいにお送りいたしますのは、日本海海戦の全貌を描いた海軍軍歌日本海海戦を主題にし、中間部に君が代を用いた日本海海戦記念行進曲です。東郷平八郎司令長官率いる連合艦隊の勇ましい姿に思いを馳せながらお聴きください。瀬戸口統吉作曲、日本海海戦記念行進曲です。